焦って最初からやっちゃうとイカがもう硬くなっちゃうから、だから、なるわけです。まあこれはあの、ね、真っ黒。どうですか？まあそうですかね。チャオアトゥティソーノリョウジボナセーラ。チャオパスタはこちらです。これもね、まあよくあるイタリアのあのツルツルしたパスタを入れたお湯にドサッと投入。まあね、タイマーかけちゃう。まずはいつものようにオリーブオイルたっぷりと人気にしてあります。でこれも全部入れちゃう。でそこから火にかけます。で本来はあれです、イカの腹ワタの中にこう墨袋ってあるわけですよ。でそいつを、まあ、一匹一匹一尾一尾ね、さばいて、でそれをこう使うわけなんですけど、なかなか難しいじゃないですか。なんで、まあ、一番簡単な方法としてはですね、ペーストです、まあ、市販品で売られてます。まあイカはもう世界中どこでも同じなんで、どこ行っても同じ味ですね。今混ざった状態です。でここにトマトを入れちゃうんですよね。あと主な具材はここにあるようにですね、これイカの細切りとトマトです。トマト、トマト入れちゃう。でこれはダッテリーノトマトっつって、ちょっとこう夏目型のね、楕円形をしてるプチトマトなんだね。ちょっと前まではタキーノのプチトマトみたいな甘いトマトみたいなのが流行ってました。こうして緩めるわけですよね。一杯ぐらい違う。白ワインちょっと入れてみます。白ワイン。うん、これで煮詰めるといいね。で、ちょっとフランベしてね、アルコール分飛ばしちゃいます。ここでほら、火が飛んでるでしょ。こうやってこうアルコール分飛ばすわけですよ。よいしょ。よいしょ。でこいつをここに入れるわけです。もう火止めます。であとはもう自然にこう混ざってくれますか。よっしゃっと、はい、で板を入れちゃおうかな。いいかな。もうイカはね、ほんと火がすぐ通っちゃうんでね。特にこれ細切りでしょ。だからもう最後の最後でいいっすよ。焦って最初から入れちゃうとイカがもう硬くなっちゃうから、逆にもう美味しくなくなっちゃう。で、揚げます。オッケー。よし、普通のパセリなんですけど、この緑とね、この3つの色が備わります。と、まあ、イタリアンカラーになるわけです、まあ、これはあのこの間作って余ったやつを冷凍してたんですけどね、まあ、これでも十分です。よし、はい、それでは盛り付けいたしますね。よし、よし、味見してないけど大丈夫だよね。ね、まあそうですかね。ベネチア風イカスミパスタの完成です。では試食。さあ、ではベネチア風イカスミスパゲッティを、いただきます。乾杯、サルーテ。うまいね。いや最高だこれ。あの本当ベネチアで食べた味を思い出しますね。多分ベネチアで食べてもこうやって作って食べてもそう変わらないと思う。美味しいです。
多分これあの街の中のね専門店とかでこの味出すんだったら僕だったら1680円払いますね。それ以上かも、うん、そのぐらい美味しいです。でそれを家で作ればね、ほぼ、4分の1ぐらいの価格で作れますのでぜひお試しください。ではチャオチャオ、今日もありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。で、ついてないかな、大丈夫かではでは、チャオチャオ。